皆さんこんにちは、林睦美です。今日は突然の来客で作る5品を紹介していこうと思います。ささみときゅうりの梅ポン酢和えと、かぶの豚汁と、いなり寿司、あと圧力鍋で作る豚の角煮と、鶏肉のネギ醤油がけを作っていきまーす。急に来客が来ることがあるんですけど、多い時は月に2、3回、チームメイトの方ももちろんですけど、プライベートのお友達も、いろんな業種の方が我が家に来てくれています。やっぱり大事にしてることってあって、お客様に来た時に、あ、なんかいっぱい美味しい料理があるって、やっぱいっぱいたくさんボリューミーっていうのはちょっと意識してますね。ささみときゅうりのポン酢は用のやつなので、今きゅうり切ってますよ。お湯ができたので、先にもも肉茹でていこうと思います。これは豚汁を作っていくようです。パパッと作りたいときは炒めないで、もうすべてお湯に投入します。で、こういう皮ごと食べたいものっていうのは、表面的についてる農薬とかを取ってくれるお薬に5分ぐらいつけてると農薬が落ちるんで、カブの残った葉っぱは、それをふりかけにしたやつをご飯と混ぜておにぎりにしたりしています。本当は出汁を取ってから入れた方がいいんですけど、でもうちはもう野菜を茹でながら一緒に出汁も取ります。これはもう急いでる時の技ですね。ネギ醤油がけで使うソースを作ります。もう普通にネギを切る感じで切ってもらって、ザクザクと。調味料も、なんかお砂糖はたまに入れるんですけど、基本的に薄口醤油とごま油だけで漬けることが多いです。パスタに和えたりとか、そのままご飯のお供として、特におすすめなのが、冷麺にかけると本当に美味しいです。私の実家でこれもよく作ってたものなんですけど、で、切ったネギに、薄口醤油はひたひたになるくらい。で、ごま油。もしお子さんとかいないんだったら、唐辛子をちょっと入れてあげるといいかもしれないです。で、もうちょっと茹でながら、ささみをここに追加していきます。これはちょっと昨日の夕飯の残りのお肉ですね。よいしょ。あ、ちょっとしてる。これで切って、ちょっと置いとくと、ハサミはふわふわになります。お肉にお味噌汁の方火が通ったら、はい、いなりのご飯を準備していきます。皆さん好きな量。いなりさんの方は、こういうのを基本的に1個冷蔵庫に常備しといて、突然の時はこれを使ったりします。結構賞味期限、長いですし、お米しか炊いてないって時も、とりあえずこれはいなり寿司として一品できるので、こっち豚汁に味噌溶いていきますね。それはまあこれで出来上がりっていう感じです。豚バラブロックを焼いていきます。油がすごいので油を抜いていく作業とか、表面に焦げ目ついてきたら水を入れていきます。10分茹でます。圧力鍋さ、義理の母とか使ってて、ホロホロにお肉とかできてるの見て、ちょっと角煮を結構作るようになって、簡単なんか早く本当にできるんですよね。次にこのネギと調味料をもう入れちゃいますね。ささみが全部先終わったので、一緒にバーンと入れちゃいます。これ私の父が漬けた梅干しを、うん、2個か3個ぐらいですかね、潰していくっていうのが正しいです。そしたらあとは和えるだけです。これを和えるだけでございます。圧力
鍋に圧力がかかったので、今は20分間圧力をかけて弱火で煮込んでいます。ちょっと内側に丸めて形を作るんですけど、お漬物をのせていきます。パーッと全体的にごまをかけてあげると、なんかさらにおしゃれ感が出たり、本当は大葉とかあったらもっと鮮やかに見えます。茹で上がった鶏肉を切って、ネギ醤油をかけていきます。蒸し焼きにすることもあります、お肉を。ただ今日はささみもあったので、もう同時進行でやっていこうと思って茹でたんですけど、捨てるものがない状態というか。そろそろ一回火切ります。そしたら本当はね、圧力がなくなってから火を切った方がいいんですけど、もうこの時間だけでももうすっごい柔らかい状態になるので、あとは盛り付けていきます。いただきます。はい、うん、美味しいですね。あんまりこうやってお弁当する機会もないんですけど